インターナショナルサッカーインフォームです。今回は森田秀政選手のプレーを振り返っていきたいと思います。該当の試合は2022年9月14日、ウ e ファチャンピオンズリーググループステージ第2節、スポルティング VS トッテナムホットスパー、こちらの試合となります。試合結果の方は2対0でスポルティングの勝利となっております。森田選手ですが、先発出場で、 後半26分までのプレーとなっております。ポジションは左ボランチでした。前半はですね、豊富な運動量に加え、守備、カバーリング、パスさばきで中盤を支えていましたが、後半は失速してしまったという内容でした。後半は疲労の色が濃かったですね。過密日程の影響だと思われます。守備良かったです。前半はしっかり対応できていました。 カバーリング素晴らしかったです。広大な守備範囲でした。今シーズンここまでビルドアップにうまく参加できていない印象がありましたが、この試合はビルドアップ良かったですね。相手のプレス対応に加えパスの判断が良かったです。縦パス良かったです。28番ゴンサウエスへ何度も出していました。 森田選手、前半は堅実なパフォーマンスを見せていましたが、後半は失速してしまいました。後半、疲労の色が濃かったです。後半26分、交代となりました。スタミナ切れによるパフォーマンス低下によるものと思われます。森田選手、スタミナが切れるまでは良かったです。前半は堅実なパフォーマンスで中盤を支えていました。 チャンピオンズリーグの舞台で、トッテナも相手にしっかりやれていたというふうに思っております。はい。それでは以上になります。ご視聴ありがとうございました。